あなたの代わりに一緒かみこれやってみたかってん、私やってみたかったね、やってみたかってん。今日はちょっと一丁上東京支部ということで、私たちコンビがやらせてもらうということで、はい、東京支部じゃないです、もう前々から言いたかったんですよ、向川さんに。やっぱりね、向川さんはこう MBS を背負ってらっしゃるから、うん、こうね、カムカム言いながらも綺麗なんです、うん、やっぱりガーってやらもうガンガン噛んでいくのはやっぱり我らじゃないかと。ちょっと今日は気をつけなはれや、取られるかもしらんからな。ということで今回は、紫外線は大敵、美白命の元プロテニスプレーヤー沢松直子さん48歳、新作コスメには目がない放送作家野々村由紀子さん47歳の何話の美容番長コンビがリポート。女性の尽きない美への欲求、中でも今注目なのがドクターズコスメ。あくまでも薬ではなく専門的な知識を持った美容外科や皮膚科の医師が開発しているコスメのことで、その市場はなんと年間1140億円と大人気。そんなドクターズコスメの火付け役とも言われている会社に潜入すると。一応ママです。男の子さんに一つない。な出会うスタッフ、出会うスタッフ、つるーんとした美肌の持ち主ばかり。毛穴もないし、毛穴どこ行った。そんな肌美人のスタッフみんなが愛用しているのが、累計4800万個、業界ナンバーワンの売り上げを誇るこのドクターズコスメ。成分は、値段は、ほんまにそれええの。女性の永遠の憧れ、肌美人を作るその秘密、とことん探ります。あなたの代わりに一ちょかみ。今日やってきたのがここですよ。ちょっとさ、ここさ知ってる。ここ広尾。大阪の人あんまり分からへんかもしれへんから、広尾って。広尾ってね、芦屋でもなく、そう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 、静岡山でもなく、そうおセレブな町、おセレブ、ただのセレブな町だね。もう大つけなあかんような、うん、スーパーとかも、ね、もうこんなミニトマトが、うん、なんか9個ぐらい入って、うん、500円とか。ほんま、びっくりする。オープニングトークと終わらへんぞ。ここで30分撮るぞ。ということで、まずはドクターシーラボ社内調査。でもね、化粧品会社の人やから、みんなそらさぞかし肌綺麗でしょうな。そこ、うん、そこ必ず受付とか、うん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 、もうこれはもうね、顔やもんね。こんにちは。こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ綺麗。綺麗よ。予想通りや、ね、輝いとるわ。ほんまや、うん、弊社の商品で毎日頑張っております。え、やっぱり、はい、ちょっとじゃあちょっとチラッとチラッと、はい、ピカピカやん。絶対エステとか死ぬほど行ってんですよ。いや行きたいんですけど。え、行ってない。はい、まだ。ちょっと待って、はい、私ね、そういう人のためにね、噛みつき道具持ってきてん。チャリーン、パッパカパッパッパー、肌年齢実感。ぜひ。いいんですか。はい、あじゃあ自信満々。前私なんか絶対嫌やけど。絶対嫌やもんね。え、でも後で皆さん、え、ちょっと私お二人ともお願いします。いや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 、もうほら、早速38歳平井さんの肌年齢をチェック。高いだ。マジでよかった。26歳。なんか結構粉を吹いちゃう感じだったんですよね。変わりました。でも私よりもっともっとすごい女性たちがたくさんいます。それはぜひぜひチェックしないと、と何話の美容番長コンビ他のスタッフのお部屋へ。すると、なんやろ、お化粧品の会社なのに撮影する部屋ですか。こちらはですね、今、はい、お客様が店頭に来れない時のためにですね、オンラインでパソコンやスマートフォン越しにカウンセリングができるというところでアドバイスさせていただいてます。でもそれオンラインでできるの、お肌のなんかね。そう、結局使って、あ、伸びがいいわとか、うん、こんな香りするわとかやりたいやん、ね、お二人ご心配なく、美容のプロが1対1でアドバイスしてくれるこのオンラインカウンセリング。
自宅でリラックスした状態で細かく話が聞けると忙しい主婦にも大好評なんだとか。それにしても綺麗。綺麗やね。もう今その肌しか見てなかったもん、うん、私。マスク越しでも分かるこのきめ細かやさ。一応もママです。男の人に。こう見てさ、こう見るとなんかもうちょっとあれ。ちょっと。撮るな。撮るな今日は。三人のママの肌年齢は？3児のママ28歳。実年齢より10歳若い、うん、確実に皆さん20代。絶対だってお子さんと公園で遊んでたりとかしたら、うん、日焼けとかしてシミになったりするのに、私だけ1時間半かかったや。いやそうやそうや、とってテレビ出るまでね、早うに入って必死で押し込んで。とはいえ彼女たちは美容部員、綺麗なのは当たり前と疑い深い2人は隣にある一般職のオフィスにも突撃。実年齢はいくつなんですか？32歳です。32歳という彼女の肌年齢は、あ出ましたね。出た、21歳。20代って言われてもおかしくないよね、うん、毛穴もないし。毛穴どこ行った？こんな綺麗なおでこ。自信持った。映ったな。もうどの方を見ても20代前半のお肌の潤い。ちなみに毎月出している開放誌では社員自らモデルとして多数登場。それほどにまで皆さんお肌に自信あり。他のと何が違うんですか？やっぱり浸透もいいですし、うん、仕上がりっていうんですか、もうすごくいいです。ほんま？はい。肌美人の社員全員使っているのがこちら、アクアコラーゲンゲルスーパーモイスチャー。総売上4800万個、ドクターシーラボを語る上で欠かせない看板商品です。私もこれ使ったことある。 ありがとうございます。ドクターシーラボって言ったらこれ、ね、やっぱこれよね、はい、だけどね、やっぱりどうしても納得できへんね、うん、これ1個で終わるんでしょ。めちゃくちゃ手軽。そう、この商品が爆発的に売れた理由はズバリ手軽さ。化粧水、パック、美容液などなど全ての工程をこれ一つでカバーできるオールインワンコスメだからなんです。しかしお肌はね、手軽ではなかん。もうこの年になったらもう何にお金かけるって、もう肌にかける。肌ね。とオープニングから熱く語っていた沢松さん、やれスチームややれ高級クリームやと洗顔後毎日7工程のお手入れをしまくっているんです。ワンステップで完了する化粧品はどうも信用できないみたい。シンプルステップだと大丈夫かなって思われるかもしれないんですが、うん、思ってますよ。本当ですか、はい、大丈夫なんです、うん、ゲルって網目構造になっているんです。くるんとしたゲル状のオールインワン、その構造は実はスポンジのような細かい網目状になっていて、その中に水分や美容成分などをたっぷり溜め込むことができるんです。つまりこれ一つの中に化粧水、乳液、美容液などの成分が詰まっていることに。沢松さんのようにたくさん顔に塗りたくらなくてもいいんです。網目の中にこう入って、たっぷり抱えて入れ込むことができる、うん、でなおかつゲル素材ってちょっと膜を張ったような被膜ができるので、うん、保湿もすごくできるっていうところが不思議ね。4800万個の売り上げを誇るこのオールインワンゲル、開発したのが創業者であって皮膚科の医師であった白野というものが開発したことがきっかけなんですね。めちゃくちゃお綺麗な方、うん、男性なんです。はい、男性が作った、はい、嘘やん。男の人にそんなん分からへんやん。全然旦那は私の気持ち分からへん。私も今日なんか朝って私が一生懸命朝ごはんやっててちょっとぐらい手伝ってくれたいのに、なんか立ってじっとなんか見ながら喋ってるとかね。私なんか玄関にゴミ全部置いてあって、うん、あんた行く時捨てんねんでってこうオーラ出してんのに素通りで行きよう。そのままね、見えんのか、なんで分からへんの、ね、ほんで鏡とか洗面所の鏡に飛んだ飛沫の水とか見えてへんのちゃうっていう、そんなお達成が作った。
軽に綺麗になってほしいという白の医師の思いから誕生したこのオールインワンゲル。はじめは自身の皮膚科で患者にだけ販売していたのですが、当時オールインワンコスメは珍しかったことから問い合わせが殺到。そこで全国で販売できるようドクターシーラボを設立、国内ナンバーワンドクターズコスメに成長したのです。こちらが 50g で3850円です。ちょ待って待って、私ね前ねこの手のをね、うん、あの入れ物のやつ買うて前めっちゃ腹立ったことあんねんけど、うん、なんか揚げ底とかあるでしょ。あるこんなそうあのこう四角いのにそう ここしか入ってないの、そうやんみたいな。チャクチャクとか、はい、あ入ってるやつ、入ってるやつ、二重になってない、二重容器じゃない、うんうん、私たちはやっぱり中身にこだわって外はまあシンプルに中にこだわりを保ったものというところで、関西人はそういうの好き、うん、容器を買ってちゃうもんね、捨てる時とかも困るね、なんか飾っとかなあかんのかなっていうか、ある。現在120という美容アイテムがある中、なんと去年と比べ売上7倍アップという大ヒット商品があるんです。それがこちら。これは2006年から発売してるんですけど、うん、今年爆発的に誰かが紹介したんや、ニコルンか誰や。この 1,2 年コロナ禍の影響で常にマスクをつけていることが日常に、するとマスク荒れを起こしている人が急増しているんです。あります、マスクって。いや私してる時ってめっちゃ保湿されてる気せへん。わかる、守られてるし、守られてる、ここはなんか呼吸でこう湿気があるからシワできへんわと思う。それは大きな勘違い。確かにマスクをしている口元は普段より温度湿度ともに上がっている状態になっているんですが、いいじゃないですか、30度上がったら。でもこれって結構過酷で、皆さんお風呂入られて出られると肌カピカピになりませんか、その後何も塗らないと。なる、10分ほっといたら、もう私多分あのそのうち線入るんちゃうかも。ピキピキピキってなりますよね。と着脱がもうそのお風呂を出た瞬間みたいな状態なので、1日何回も出たり入ったりしてる、あの乾燥しやすい状態なんですね。怖い、そう考えたらめっちゃ怖い。さらにマスクをつけたまま会話することで常に摩擦を起こし肌にダメージを与えているんです。この後はミスター KO 2017の準グランプリ、 KO ボーイイケメン社員のマスクの中がどえらいことに。あでもイケメン、さらにゲルが持つ保湿力のパワー炸裂。あ全然違う。売上7倍アップ、今年爆売れしているマスク荒れにおすすめのドクターズコスメにいっちょかみ。肌の大敵である摩擦の実証実験スタートです。彼ちなみにミスター KO 2017の準グランプリ、マジでほんまのイケメンや、ほんまのイケメン KO ボーイが見せてくれたのが、特殊な液にマスクを浸し1分間装着するという実験。あらあら、あでもイケメン、黒いところがまだイケメン。肌と擦れた部分だけが黒く変化、これだけマスクによる摩擦が起きているんです。こんなに黒くなるんですか、そうなんです、口こんなついてる。いや怖っ、私はこの10倍こすれてんで。いやほんまほんま、よう喋ってるから、うん、マスク荒れの主な原因はまさに摩擦と蒸れなんです。その救世主となるのがこのドクターズコスメ。実はセラミドが配合してあるんですけれども。セラミド、はい、セラミドは肌の最も表面の角層部分にあるもので、水分をキープし保湿をしてくれる美容には大切な成分。しかしマスクをつけることで肌の表面が刺激されるとセラミドが減少、水分もどんどん出ていってしまい乾燥や肌荒れを起こすんです。これがバリア機能が見られているっていう状態になります。でそのセラミドくんが、はい、こちらに入ってんの、はい、もう絶対買うやん。入っております、ね、減ってしまったセラミドをゲルの中にたっぷり入れたのがこのドクターズコスメ。
肌になじますだけでセラミドを補ってくれるんです。スッと溶け込むみたいじゃないですか、うん、スルーって、はい、でもまだほんまに保湿されてるから信用できへんね。そこそこ明日の朝になってみんな分かる、うん、と疑い深い2人のために保湿作用どれくらいあるのか高野豆腐を使った実験を。出てきたのは水で戻した2つの高野豆腐。やっぱ種も仕掛けもないかちゃんとチェックしとかない、うん、お一緒一緒、うん、一方にこれを塗っていきます。片方にだけセラミド入りのゲルをたっぷり塗ります。そのまま6時間扇風機で乾燥すると、ちょっと待って、え、全然違う。あ、全然違う。セラミド入りのゲルを塗った方は6時間経ってもふわっふわ、しっかり保湿されていました。うわー、怖っ。これがこんなんやで、これが肌の上でだと思うとちょっと安心感が。いや、安心感といえば私こっちの今日もしか言わない。ほんま、ちょっと塗らせて、そのハケで今すぐ。いや、ほんま。やっぱり私ら一丁髪コンビとしては、ね、やっぱ使ってみてさ、うん、やっとこれで伝えられるわけですよね。ね、使い続けてみないとね。ちょっと試供品から試供品まずいただいて、かしこまりました。オンエアぐらい